本代表と試合をするサウジ、メンバーに大きな異変が。日本代表と10月11日に対戦するサウジ代表、28名のメンバーが発表されたが、クラブでスタメンだった選手がほとんど今はベンチになってしまったサウジ代表。サッカー人気上げつつ ACL でも優勝したいから有名選手獲得してるのに、結果的にサウジ代表が弱体化してるのくさ。ヨーロッパで活躍してたスター選手と一緒にプレイしてるって考えると油断はできんぞ。シレットベルギーリーグ2人いるのはロタ。ベルギーのクラブ所属してる選手も主力じゃないし海外組とは言えないな。とは言ってもアウェイのサウジは格上だと思って戦うべき。ふわついから環境に慣れてないとすぐバテるんよな。日本ってアウェイでサウジに勝ったことあったっけ？ W 杯でアルゼンチンに勝ってる国。アブドゥルハミドはローマの控えだけどめっちゃいい選手だよ。アウェイサウジは引き分けでも上出来。最近数試合の審判がまともだったからサウジ戦もそうであることを祈る。サウジが怖いんじゃなくて中東の笛が怖いんよな。監督マンチーニだしめっちゃいい試合になりそう。ラスプレーと中東の笛に負けずに頑張れ。柴崎のバックパスからしか点取られてないからいけるっしょ。中東のアウェイは恐怖。